藤森清一郎11月10日から1975年5月20日は、日本の海軍軍人。海兵35機、海大公主19機。大日本帝国海軍第10戦隊司令官、警備戦隊司令官、横須賀警備戦隊司令官、中米海軍部参謀長、満州国大使館副部官、北京在勤部官。最終階級は、海軍少将。 諏訪市長。14位、君二登校3級。長野県出身。長野県立諏訪中学校第4学年で中退し、1906年11月、海軍兵学校に入学。1909年11月、兵学校を卒業し、1910年12月、海軍省尉任官。以後、海軍砲術学校普通科学生、海軍水雷学校普通科学生、 海軍大学校写し学生、水雷学校高等科学生として、研鑽を積み、1919年12月から1921年11月まで、海軍大学校で学んだ。同年12月、海軍少佐に昇進し後防備隊分隊長に就任。以後、青育地区艦長、後続府部館、混合水雷長、第二艦隊参謀、軍令部参謀、資源局事務官、 伊勢副長、間宮特務官長などを歴任し、1930年12月、海軍大佐に昇進。さらに、朝日特務官長、平戸官長、中満海軍部参謀長、県在満州国大使館副部官、岩手官長、横須賀防備大司令などを経て、1936年12月、海軍少将に昇進し後防備戦隊司令官に就任した。以後、 第10戦隊司令官、クレチンジュフ出資、軍令部出資、北京在勤部官などを務め、1940年3月15日に、対名、同月21日予備役編入となった。1941年9月に住院招集され、太平洋戦争では、5警備戦隊司令官、横須賀警備戦隊司令官、第7海軍根拠地隊司令官、 父島方面特別根拠地帯司令官として各地を転戦し、軍令部出資を経て、1942年12月、重印召集が解除された。1943年7月19日、諏訪市長に就任し、戦時下の対応に尽力し、1945年7月10日に市長を退任した。その後公職追放となった。ありがとうございます。